ということで、水口さんの回答 X を捕まえることができた我々ですが、回答 X は、脱獄してしまいましたなーはい、はい、脱獄してしまいまして、自分たちのミスじゃないのに、上はめちゃ、上司はめちゃくちゃブチ切れて、もうあと1時間以内に回答 X を捕まえてこい、そうしないとお前ら全員クビだということで、はい、今回は1時間以内に、はい、もう一度、回答 X を捕まえようという感じになりました、はい、これはリアル1時間を測っていきたいと思います。大変だ、はい、なので水口さんは、まあ粘りに粘れば1時間経って自然と勝つことはできるんですが、はい、何かのスポーツの話っていうのセリフじゃないって先生と戦ってもらえるかっていただいてさあ、まあ正真正銘の今回は決戦ということで、はい、はい、それでは1時間計りたいと思います。はい、行きましょう。用意スタート。はい、はい、まあ、とは言ったものの最初はね、やっぱりそんなヒントないよ。どこにいるんだろう、さっきと同じ感じでいいのかな。まあ方針としてはあれが正攻法なんじゃないですかね。多分、はい、タクシーを使いましたでしょ、はい、ね、まあね、私か、はい、どうしようかな、まあ、とりあえずじゃあ、まあ、その成功法じゃないですけど、そこのやっぱ動きやすいところを目指した方がいいかな、はいはい、私黄色ですよね。黄色です。ここを目指すってことです、うんうん、じゃあその横のとこに88かな、動かします。タクシー88、はい、はい、はい、いいですね。まあ、僕もそう、なんかねすごい隅だな、南の方っつうか川の近くに行きたくなるんだけどでも動きやすいマスが近くにあるね。タクシーを使いまして、はい、ここだね、うん、2ターン目で、全マス動ける185に行こうと思います。じゃあ俺は、67目指そうかな。67、ここ、あー、タクシーを使って、はい、ここに移動します。次でここに行けるので、うん、はい、はい、私こっちかなって思ったんだけど、うん、そうですね、これだと3ついける。はいはい、うん、こっちの方がいいのかな。うーん、でもここだと2ターン目に移動しても全然タクシーしか使えない、いいね、そうなのよね。難しいけど、でもこっちがやっぱ今また手厚い。ああ確かに、うん、この人がこっち来れるからこっち目の方がいいか、うん、じゃあここに移動しましょうか。はい、なるほど、ね、じゃあタクシーを使って、はい、ここに移動だ、うん、でそこにいるんだよな、を狙っているので、でも飛距離的上方面の方がいいのかな。ここだとバスが、うん、上行くとバス使えるような、うん、そうですね、うん、ちょっと上に行こうかな、ちょっとそっちに、はい、そうなると、うん、まあタクシーですね。あ、タクシー、はい、では、はい、タクシーです。はい、はい、はい、では伊藤さんが、ちょっとどうしようか、ちょっと答えは目線見ちゃいけないから、ね、そう、なるべく見せないようにしますが、この焦りはどういう、どういう焦りなんだろうね、うん、どっちだ、うん、移動手段がないのか、うん、もうすごい近くなのか、うん、どっちなの、はい、でも分かんないですけど、俺らもう話し合いの時点でそのでかいところにまず行くっていう基本方針があるから、うん、なんか最初はそこを外しながら移動してみたいな方が定石なのかな、どうなんですか。はい、タクシーで移動しました。タクシー、はい、でしょうね。タクシー、まあでもじゃあそうですね、でもまあ初志貫徹っていうですね、はい、2手目なんだけど初志が出来上がるところだね。タクシー、じゃあ89に移動します。はい、はい、まあ、僕も、タクシーを使って、はい、はい、全部3つ移動できるところですね、はい、移動します。俺もタクシーを使って、早いでサクサク、まあ、こっちに移動します、うん、次でここ、うん、私はこっちでいいのかな、じゃあ。そうですね、でいい、うん、それかこっち、あんま変わんないよね、まあそこは、うん、ここに乗りや
さいって意味ではこっちの方がいいのかもしれんね。そっか、そうだね、確かに。こっちにしようかな。じゃあそっちに行きます。タクシーを使って、はい、63、はい、はい、どうしよう。ごめんなさい、ムーさんどこに行こうとしてるんでしたっけ。今はもう出現待ちです。あ、なるほど。今移動するためにそこに到着した。あ、うん、なるほど。あ、そうなるとでもちょっとこっち方面狙ってみた方がいいのかな。ここはね、マゾミンが行けるから、うん、じゃあ狙いとして、タクシーで行くか。じゃあ、はい、タクシーでここに、まあ、さあどこだ、まあ、例えばここで水口さんがダブルチケット使って姿を現すと同時にまたすぐ消えるっていうのも可能ですかね。あ、そういうことか。なるほどね。これ今ヒントまあいいや。まあでもさっきもそういうそうだったからね、うん、確かに。どうやって動くんでしょうか。はい、ここでダブルチケットが使えるってことなんですか。使っても大丈夫。まあでもただ一回移動した後に姿は必ず表さないといけない。でも一瞬現れてまた次に移動したいんじゃん。なるほど、はい、使います。いいとこにいるってことか。ダブルチケットを使って、うん、バスを使い、ほうほう、どこに最初は移動するんだい、どこに出てくるんだ、どこに出てくるんだ。そうね、書いてからですね。バスね。最初の位置気になるな。うん、あれどこだ。おお、めちゃくちゃ近いと思う。めっちゃ近いな。最初の焦りはそういうことだった。ダブルチケット封じてー。封じたー。はい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 。なるほどね。で、からの。ああ、なるほどね。したら。あれじゃない？待って、そこでダブルチケット、どうなるかな。ふふふふってふふ言うても全然あれですけど、ここで姿を消します。だよね、はい、まあ、でしょ、はい、ブラックチケットを使います。あ、なるほどね、はいはい、いやいや、でもだいぶ絞られてますよ。うん、うん、バスかタクシーかね。そうだね。1,2,3,4,5 か。あ、じゃ、1,2,3,4,5,6。そう、そのどこか。うん、あ、そっちも反対も。こっちっていうのも手もある。7か。うん、地下鉄はないんでしょ？地下鉄はない。地下鉄には乗れないので。地下鉄はないでしょ。うん、でもさ、ここ行ってさ、テムズ川に行く可能性あるんですけど、ただ、フェイク感あるんだよな。ここで、あえて。ブラックチケット使ってるっていうのが。だったろうね。まあ一旦でも警戒してもいいと思いますけど、どっちにしても、うん、こっちを攻めれば移動、ここでもしこれ使ってたとしてもここでしょ、うん、だからこういけるよね、緑で 1,2 で一旦ここを埋める、抑えて、うんうんうん、でやっちゃえば、うん、で、あと、そうだな、ちょっとここにも置きたいですね。そうですね。なんか、ここ塞いじゃえば、この線が完全に消えるから。室田くん、一回戻ってもらってここに行けるよね。バスで。まあ、バスでも、あと地下鉄で一発でここ来ちゃって。でもいいような気がします。あ、そっか、もう行けんだ、うん、そうだね、地下鉄でその方がいいか。俺はでもそうだろうな、私どうしましょうかね。とりあえず105でいいんですか。そうよね、さっきだってここにいたんだもんね。行ってそっからどこかに。まあでも105かね。じゃあ一旦105でいいんじゃないですかね。動きやすいしね、うん、じゃあバスとタクシー行こうかな。全部使う。バスかな。バスは使えない。地下鉄は使えない、はい、で105に移動します。はい、はい、はい、
で僕はやること決まってます、地下鉄アンダーグラウンド使って、はい、すごいここまで、すごい、地球交換がある、すごい大移動、そうですね、そしてどうしようかな、俺地下鉄にこっち来て地下鉄乗って次の水口さんがの急行を潰すにします。あれどっか移動し、こっからブラックチケットで移動してるから、うん、あそっか多分、ああでも行けないのか。空港に乗ろうとし、うん、出るとしたらどうなんだろう。空港に乗らないんじゃないか。乗れなくない？うん。一旦この辺に抜けておいて、うん、ちょっとしたタイミングで。急行とか、それからやっぱこう川行かないか。いや川は何にしても2発で防げるから、うん、で俺が行っても多分あんまりそうかなので、うん、地下鉄抑え、まあ抑えるになるか分かんないですけど、まあ、大きな移動は防げるかな、るね、うん、地下鉄を抑えたら、うん、なんかこの辺捜索してるタイミングで、うん、ふとした拍子にこっちに抜けられるの、こっちとかこっち抜けられるの嫌だなと思って、うんうん、それはそう、前回の地下鉄の反省があるんじゃないかと思うからなんかそんなに大きいことじゃなくて、この辺でさ、うん、やってそうな気がすんだよね。ちょっと脇にそれてるみたいなことない、うんうん、いや時間だな、1時間、そうだね、そうだね、そうだった、そうだった、だってみんなまだ4ターンしか経ってないよ、いいよいいよ、さっさと進めた方がいいですよ。もう10分以上経ってます。やばい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 。じゃあいいですか、こっち行って、オッケーオッケー、行っちゃおう、行こう行こう、うん、行こう行こう、ダメだったらごめんなさい、はいはい、はい、で私はもうタクシーでここに行きます。うん、はい、うん、なるほどな、そうなるとおじちゃんの位置ね、なんかここら辺っていうのは分かる気がするんだよな、そうね、戻る、戻ってもいいような気もするし、うん、うん、うん、そうだよ、こういうことしてるから一旦ちょっと戻ってみますわ、はい、こっちに、うん、うん、川を押さえてればね、うん、そんなに大きな移動ができなそうな気もするし、はい、よし、はい、ふはぁはぁはぁ、笑ったぞ、怪盗っぽく笑ったぞ、ふはぁはぁはぁ、次の姿を表すまで何4ターンぐらいあるんだ、そうそうなの、でも4ターンぐらいあるけど、うん、あのチケットが分かるんで、うん、ヒントが結構あると思うんですよね、うん、それでそうか、うん、でもまたブラック使うかもよ、でも早々にブラック使い切らせておけば後が楽になる、確かに、うんうん、でもその前に1時間来るかもしれない、それはそれは我らはサクサク進めるしかないわ、頑張ります今、15分経ちました、早い早い早い、あと45分ですね、ちょっと本当にサクサク進めよう、考えすぎてるな、考えすぎてる、はいはい、ブラック1個使いまして、で、でも勝負どこってことだよね、使うってことはさ、うん、追い詰めてはいるはずよ、この可能性があるってことだよね、ブラック使う、 あんまり大きく動けてない、多分さっきのブラックでこっちに移動して、うん、こっちに移動した可能性がある、うんうんうん、確かに、はい、はい、そうか、隠すってことで、もう終わりってこと、うん、で、のぞさん、のぞみ、どうしよう、うん、やっぱこっちに攻めた方が良さそうだよね、な気がするね、とりあえず72とかに行けばいいかな、 72? あーあーいいんじゃない、あんま意味ない、いや意味なくはないと思うけど、うん、なんかどうぞ、さっきヒエさんが言ってたけど、こっちでぐるぐるしてごまかしてるか、うん、もう飛んじゃってるかどっちかだよね、うん、と思う、72行くのはありだと思うな、
じゃあそれで、はいはい、バスバス、はい、はい、同じに同じにね、はい、うーん、でも地下鉄使ってもあんま意味なさそうだよな、まだ近くにいそうだよな、でもまだ地下鉄は使ってないですね、うん、どうしようかな、うーん、どうしよう、難しいな、ここも押さえた方がいい、でもこっちを押さえちゃえば、押さえちゃえば船は使えないよね、くんもそっち向かった方がいいのかな、そっち向かい、こっち来てる可能性ある、ないことない、ないことないけど、そっちにいてもなんでしょうね、居場所が分かった時に端の方だと逃げ場がないから、うん、意外と詰めやすいんじゃないかなと思います、うん、142か135かな、バスでちょっと距離詰める、まあ、あんま悩んでもな、はい、バス使います、はい、で、ここ押さえてやこっ地行かれることない35でいいような気もするけど、どうだろうか、うーん、いや35でいいよね、じゃあ135 はい、でこっからなんだよな、でも多分今例えば、バスこっから、うん、さっきここにいて、うん、バスバスでこっちに移動してることってないですかね、なくはない、うん、なくはない、なくはない、こっち攻めてみていいですか、うん、OK、はい、はい、はい、で私は最初の通り115に行きますね、うんうんうん、はい、はい、違った、うん、まあこれは、うん、うんうん、なるほど、ちょっとどうしようか、なんだかな、ここら辺にいるんで、例えば、うん、いくつ、ここら辺とか、29というのは29、どこだ29、ここだね、バスで行けるはははは、うん、うん、あ、いいと思う、うん、わかりました、あんま悩んでたのかな、はい、で、カイト X の、うん、なんだなんだ、はぁ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 、気になるなぁ、いやこれ、相談できる相手いないの結構辛いっすという情報はお伝えしておきます、うん、孤独、孤独、多分今の情報だと結構いけてんじゃない、うん、私たちの、はい、ね、なんか結構詰めれてる感じ、詰めれてるんじゃない、うん、移動手段を潰しつつ、うん、この辺だろうとこう、うん、詰めてる、はい、決めました、バスで移動しました、バスか、バスね、バス、バスか、どこだろう、バスか、バスか、バスか、でもやっぱそんな遠くには行ってないね、うん、ブラック2枚で挟んでるのが気になるんだよな、やっぱ、うん、全然移動してなかったかもね、もしかしたらね、みたいな、うん、船も潰してるし、うん、で地下鉄はないでしょ、ないないよね、その今使ってないですね、使って、使えない、使えない、ね、使える位置にいなかったので、だから一番遠くに移動できてもバスバスってことでしょ、うん、その隠されてるとこは、うん、バスバスでバスだったら、でもこっからでもバスが結構あの隣のところが多いので、あとこっちとここ、あ、そっちに抜けてる可能性はあるんですよね、うん、じゃあ次これ、あ、どうだろう、そっち行くのもありかな、そうだね、うん、そこありかもね、うんうん、でも結構詰められてる気するけどな、ね、どうしようかな、うん、バス、バス、バスのバスでしょ、バスのとこ行った方がいいってことじゃん、バス踏んどいた方が美味しいってことね、美味しい気がするよね、美味しい、こっからだとここか、ここか、元の位置、元の位置、うん、元の位置あるか、森ちゃんがそこでバス踏めるから、あ、こっちの方がいいかな、ね、確かに、うんうん、元の位置か、こっち、こっち、うん、じゃあせっかくだから端っこに行こうかなせっかくだから端っこ7番、はい、バス、何バス、はい、どうだ、うん、まだね、まあ、まだね、うん、まあそんなすぐにはあれですよ、まあ、そんなすぐにはない、てか多分なんか
ぶつかるとしたら、え、ここでみたいなタイミングのような気もしたくない、うん、じゃあ、 まあ僕もバスを使って、はい、でも行ける場所は108か161ぐらいなので、108は薄そうな気がするけどな、うん、108だったら完全に戻ってきてるもんね。そうなんだね、うん、だからここかな、うん、161、はい、はい、はいですか、なるほど別にの、はい、別にの、はい、別にの、はい、別にはい、すいません紛らわしくて、いやいやいや、さっきはいで終わったな、あ、そっか、どうしよう、パスで戻る、なんかこの辺の可能性もあるような気がしてて、でさっきこっち来てこっちに抜けてたらまた次地下鉄乗れると思うので、ちょっと戻っていいですか、こっちに。うーん、 OK、はい、いいと思います、はい、はい、次何、ほうほうほう、次何使うかでだいぶ変わる気がするんですよね。でその次見えるでしょ、見えるし、私ここかな、うん、こっちも行けるけど、バスバスのバスだったら可能性ある、うん、バス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 のバス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 の身の能力者みたいな、こっち行こうかな、タクシーが結構なってきてる、確かに使おうかな、あ、バス使えないんだ、使えないから、そっか、どっちにしてもタクシーしか使えないんだよね、偏りが出てくるな、まあ確かに、じゃあ127に、はい、はい、はははは、はそれ余裕の笑みかな。ははは。分からなくもないけど、そうなった時に、うん、ああ、あんまり悩んでる時間がないんで。どっちだ。あれ結局ここら辺なんか攻めようみたいな感じでしたっけ？の感じもあったんですけど、ちょっと今バス使って移動しているとしたら、うん、なんかあんまり細いところ、うん、そうね、ちょっと一旦こっち行っていいですか、はい、うん、そうなると上がタクシー使って、はい、はいはい、では海外 X 移動を、うん、今ですね、36分、やばい、結構出せる。